はい、イーハルトホス警部役の我が家の坪倉康之です。よろしくお願いします。私は、マチルデ・フォンサント院長役の草刈民也です。上演台本と演出とあとローゼ宣教師役の野添誠司です。よろしくお願いします。一番最初に乗ったんですか？はい、もう一番最初ですね。僕はそうですね、あんまりその頭が良くないんで、あんまりその話を完全には多分把握してないかなっていう感じはあったと思うんですよ。ちょっと難しいなっていうのもあって、ほんでまあ今まで何回か舞台出させていただいたんですけども、読んだ感じだと分かりやすい笑いの部分というかは少ないのかなって一瞬読んだ時は率直にそう感じました。はい、私は、まあ、1回読んだだけで分かるような本じゃなかったから、でもざっと読んで、これはでもなんかすごい真っ当なことも書いてあるし、面白い本だなっていうのは思いましたけど、うん、そうですね。僕、まあ、自分でも書いたりするので、まずその最初に2ページぐらいにわたってト書き、うん、そのが書いてあるところからで、ちょっとただものじゃないなこの人っていう、くせ者感ビンビン感じて、それでなんか警戒っていうわけじゃないんだけど、なんか いい興味を持って読み始めれたっていう感じがあって、 でもそうしていくと、まあ、言葉はちょっと難解の部分も最初はあったりとかして、ね、坪倉さんおっしゃったように、はい、入ってきづらい部分もあったんだけど、ざっくりとした構造としてはなんか最後もねちょっといろいろあったりとかして、うん、ざっくり面白いなっていうなんか、うんうん、はい、ただその自分がまたそれを演出していくとかってなると、うん、頑張んなきゃっていうのがね。純粋に初めて読んだ時よりは本当になんか面白い、もともと面白いですけど、さらにそのやっぱり野添さんが手直しした部分と野添さんに演出していただいて、なんかあここもうちょっとこんな感じでとか、ここをこうしてみましょうかで、だいぶやっぱり面白く全体的になっていくなっていうのがあるん でだからまだ稽古もまだ序盤なんですけど、こっからさらに野添ワールドに、はい、僕のなんか持ってる他力本なんですけど、何かを引き出してもらおうかなと思ってます。いや本当にやっぱなんかねすごい、まあ、マスクしてるんで、まあ、マスクしてても分かるぐらいなんか笑顔ですごい優しくこうダメ出しをしてくれるんで、すごいやりやすいんですけど、本当はどう思ってんだろうなっていうのは、本当はマスク違うんだよなとか、どっちの野添さんが、うん、なんかすごい今はすごい優しいお兄さんっていう感じなんですけど、どっかで切れるのかなとか、でもそれでもなんかピリッとして面白いのかなっていうのも感じながら、僕が最初に初見で読んだよりもやっぱり。なんか分かりやすく表現できてるなと、僕が感じたちょっと難しいかなっていうのをお客さんに与えないようには努力しながら作ってるつもりです今のところ。アプローチですか？うん、なんか取り組み方というか。コントとかの場合はとにかくもう笑わせることが一番なんですけど、まあ舞台とかもちろんこういったものはもちろん演出の方の意見を第一に聞いて、別にそこまで 変に笑いを入れようとしたら絶対滑ると思うんで、そこは心がけて変なことにならないようになんか変な目立ち方とかしないように受けなくても別に抑えてっていうか、そうですね、ちゃんと伝えるとこは伝えて、長い時間あるんでちゃんと伝えるとか伝えて笑ってもらえるところは笑っていただいてという、はい、すごい真面目な方だなっていうのは思いました。なんかまずこの役にとって、はい、
何が大事かなっていうところから、ちゃんと考えて一応バカなりにちゃんと考えて。そうそう